はい。皆さん、こんにちは。ーティンダーマャクーボー、キンタです。キンタのオンエアトゥイ鶴岡クエスト、えー、初参戦の鶴岡クエストを終えての正直な感想等を言いたいと思います。正直、難しいです。はい。確かに鶴岡クエスト、同じとこ行っていいとこと悪いとこあるので、はい。シール限定ですね。はい。ちょっとシールの限定をもうちょっと考えてもらいたいですね。はい。私だったら。あの、何回でも OK なのか、OK じゃないのか、そこは把握してほしいです。井上のお嬢は無料で来たので、そこはよしとしましょう。はい。 確かに薬局は確かに募金しましたし、はい。飲食店も何度も使いましたしね、はい。ラーメン屋さんだったり、レストランだったり。あとはまあ、和食だったり、まあ、和食は言ってないけどもね、はい。あとは車のあの <coughs>、匂いの方向剤も買いましたからね。あとはまだまだあるんです、はい。えー、っと、あとはまあ、イベントもその他ものもありましたからね。カモ水族館も本当にスタンプもらいましたし、あと、アルケッチャーの初めて行ったよ。あとはイベント、藤島イルミネーションは本当、 絶景かな絶景かなです。綺麗でしたよ。残念ながら今年は8億には行けませんでした。大変申し訳ございません。確かにキッチンカーも確かにシールもらえたし、ラッキーでした。私が応募総数は12枚です。<laughs> <coughs> 当たる確率は多分高いと私は予想いたします。はい。当たれば本当にすごいです。もう一度言います。2等は某テーマパークペア券。まあペアと言っても私、彼女いません。1等は、はい。まあ、旅行券10万円です。 まずは彼女、私、募集中でございます。25歳独身。誰か女に恵んでくれないかなはい。可愛い女が欲しいなはい。確かに、ツオクエスト初めて参加して、スタンプとあとしまいし本当に苦戦しましたけどね、自分でも。はい。いや、楽しかったです、正直。当たるといいですね。はい。抽選会は12月中旬です。まあ、一応、希望級取りましたので、もちろん、抽選会、一滴マーティンでございます。 当たったら俺は嬉しいちゃんでございます。皆さん楽しみにしてください。以上です。バイバイ。